はい、どうも、北野さんです。今回なんとタブ譜販売を開始しました。ありがとうございます。とうとう来ましたね。皆さんにタブ譜はどこで買えるんですかと言われて2、3年経ってますけども、とうとう今回タブ譜販売開始ですね。ピアスコアというあのサイトをね、利用させてもらってます。で、僕が作ったね、楽譜なんで、まあ、こう、ひゅーっと見る限りですね。瞬き、この間やったやつ、バックナンバー瞬きですね。タイトルがキーのカップをなんだのチューニング、まあ、ここやって、でここコード書いて、あとタブ譜みたいな流れになってますよね。かなりシンプルなものになってますね。まあでも皆さんのね、役に立てたらと思いますので、よかったら買ってみてくださいと。で、楽譜はですね、僕のその弾いてみた動画の概要欄、下の概要欄に、あとそのピアスコアっていうサイトでマクタノサで検索すると僕が作ったね、楽譜が出てくると思います。だがしかしですね、あの全部あのタブ譜で売れるかっていうわけではなくてですね、やはり著作権というものが出てくるわけで、ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、まあ、全部が全部販売できないというのはご了承ください。で、とても残念なお知らせなんですけど、僕の一番人気のあるね、丸の内サディスティック、今ね68とか9万回ぐらいいってるんじゃないですか。すごいなと思って、ありがとうございます。で、これがですね、NG なんですよね。僕の力だけではタブ譜を販売できないので、まあ他に手続きすればできるんじゃないかと思うんですけど、まあね、こういう感じで NG な曲があるんで、他にもね、ちょこちょこ NG 曲があるんですよ。外国の曲とかもなんか別に手続きが必要だったりですね。あと、森山直太朗の桜は全部×だったな。全部×でした、本当に。あとは大石真生さんのね、あのデストロイヤー、ドゥ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 、こういうやつですね。もう弾けないですけど、これもね、なんか販売は×になってましたね。まあ、それもなんかあのジャスラックでしたっけ、のサイトから見れるので、皆さんちょっとね、ちょこちょこ見るとね、面白いと思います。あのマイナーの全部の曲が、ジャスラックに登録している曲が全部入っていると思いますのでね、ちょっと見てみてください。まあそんな感じでね、 NG 曲があるというので、そこはごめんなさいというところですね。で、今のとこアップした動画はですね、最近弾いたあの瞬きとかですね、甘色の髪と歩いて帰ろうと、ぐらいかな。あとは、純情カレン書店上がる、あの大石さんの純情カレン書店上がると、あと大石さんのピエロですね、ぐらいをあの販売開始してます。で、あと問題があるんですけど、楽譜を作ってですね、申請を出してから OK が出るのちょっと時間かかるんですよ。早ければ何時間くらいか出てくる時もあるんですけど、遅ければ2、3日かかることもあるので、そうするとですね、僕が動画作ってから申請出すんで、あの動画が皆さんにアップ、あの皆さんが見るようにことができるようになってから 2,3 日後に楽譜販売できますよみたいな、 OK になりましたみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとね、時間差が出ちゃって、ちょっとあのもしかして気づかない人がいるかもしれないですけどね、ちょっとこれは後々考えるかな。だから、まあ動画作って申請出して、どっちも OK になってから、あ、皆さんにあの見れるようにしようかなと思って、やっぱこう動画できたらね、皆さんすぐ見てもらいたい、1分でも早く見てもらいたくなっちゃう。そこをいかに我慢できるかって言うんですけどね、我慢できねえだろうなっていう感じですね。まあそんな、まるでくね、なるべく同時に、できるように作戦を考えてます。まあとりあえず今回はですね、今回のお知らせはタブ譜を手に入れることができるんだったら、よかったら購入してみてねっていう感じのお知らせでした。では練習頑張りましょう。次回の動画もお楽しみに。マクタノサでした。